はい、こんにちは。スタジオリバースへようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日ご紹介するのはこちら、ブルガリアオルフェスバレギターです。取り扱いは黒沢楽器、ドクターサウンドですね。このね、ブルガリアオルフェスバレギターズというのはとても歴史の古い、メーカーでして、とてもいい音がします。音の方を聞いてください。禁じられた遊びというのは、元々スペイン民謡でして、ナルシス・イエペスさんがね、音楽監督を務められた、禁じられた遊びというロマンスというね、映画の主題歌になった、そういった楽曲でございます。弾くこと自体は実のところあまり難しくないんです、ね。まあ誰でも弾けます。ただこれはですね、いかに美しく弾くかというところが難しいのであって、ただ音を出すだけであればほぼ誰でもできます。いかにゆっくりと丁寧に確実に、音をね響かせるか、それが重要でございます。このオルフェスバレーギターというギターはとてもね、ユニークなギターで、他の一般的なギターより一回り大きいんですね。ここにテロップが出るから、黒沢楽器、サウンドで取り扱っております。正直言ってね、ちょっと若干弾くこと自体は難しいです。ヤマハさんのギターが一番ですね、弾きやすいですね。簡単に弾けます。なので、ほとんどの、クラシックギターのね、方に、始められる方にはヤマハのギターをお勧めしています。ちなみに私はですね、最初に弾いたギターは松岡さんのギターなんですね。なので、そういった、ギターを好みます。結構ね、スペインのギターなんかをいきなり買う方いるんですけど、無謀ですし、楽器というのは弾く人に合ったものを弾くべきであって、おもちゃではないので、趣味やね、そういったことで買われるのも構わないんですが、楽器がかわいそうなので、そのレベルになったらそのギターを買う、そういうふうに、楽器と付き合いするとよろしいかと私は思います。よくね、お医者様なんかがね、趣味で古典的なリュートとかね、あと何千万もするギターを買われるんですが、弾かないんだったらやめろと、下品なお金の使い方するなと、申し上げたいですね。私も身の丈に合ったギターを弾いてます。ちなみにどのギターを弾いてもあまり音は変わりません。それはなぜかというと、自分のタッチが、音の出し方のタッチでほぼ決まるので、例えばパコデルシア、どのギターを弾いてもパコデルシアの音はするわけですね。パコデルシアがどこのメーカーのギターを弾いてるかなんて私も知らないですね。なので、一般的にはヤマハをお勧めします。はい、ヤマハさんのギターとてもよくできます。で、私は、ヨーロッパの、ヘルマンハウザーとかね、そういったギターが好きなので、やはりブルガリアの、ね、オルフェスバレーギターズとても好んで使っております。ナットの幅もね、広いんですね。52ミリなので、狭いのを好まれる方もいるんですが、狭いので始めると下手になります。できるだけ幅の広いもの、そしてミドルスケールは あまり好ましくありません。やはりレギュラースケールで始められるとよろしいかと思います。うまくなるには練習するしか方法はないです。この世の中には一部天才はいますが、多くの、
タリストはやはり、練習をして人の何倍も練習をして、技術を習得します、はい、私もそうです。私には全く才能がありません。しかし、人の何倍も努力をして、今の技術を身につけました。努力さえすれば何でも物事はできるのです。何かの参考になれば幸いです。何事もそうです。努力なくして、技術を得ることはできません。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。